ただいまより、ローマ教皇来訪記念碑の除幕式を行います。はじめに、カトリック長崎大司教区、高見光明大司教より、皆様へご挨拶を申し上げます。皆様おはようございます。本日は大変お忙しい中、また寒い中、ローマ教皇石坂来訪記念碑の除幕式にお集まりくださいまして、誠にありがとうございます。今年は長崎にとって開港450周年でございますが、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の訪日40周年になります。また教皇フランシスコの訪日2周年でございます。教皇ヨハネ・パウロ2世はご存知のように1981年、40年前、2月23日にフィリピン経由でローマから日本に来られました。そして25日に東京を立って広島の平和公園でメッセージを述べられ、その足で長崎に来られました。翌26日に松山市営球場競技場でミサを行った後、この西坂においでくださいました。またちょうど2年前の今日、教皇フランシス君が長崎を訪問され、雨風の強い中、この爆心地公園を訪れ、そこで平和メッセージを述べられ、この西坂公園を訪問してくださいました。お二人の教皇は被爆地である広島と長崎を訪問され、お二人ともそれぞれ核兵器廃絶と世界平和構築を強く訴えられました。被爆地に来られ、そこから世界に向けて平和メッセージを述べられたことは大変有意義なことだと思います。またお二人とも長崎ではこの西坂の地を訪問されました。申し上げるまでもなく、この西坂は1597年2月5日の26名をはじめ、来年400周年を迎えますが、元和8年1622年9月10日は55名、その他その合わせますと600名ほどのキリストが、キリスト信者がここで処刑されています。これは歴史的な場所であると同時に、私たちキリスト者にとっては殉教地であります。教皇ヨハネ・パウロ2世は40年前ここで、私はこの殉教者の丘で愛がこの世で最高の価値を持つことを高らかに宣言したいと思いますと述べられました。殉教者たちはこの最高の価値である愛を全ての人が持つべきだということを自分の命を懸けて訴えたと言えます。教皇フランシスコは2年前、まごうことなくこの聖地は死についてよりも命の勝利について語りますと述べられました。ここは殉教者、すなわち自己中心、安穏、都営から解き放たれた人々の証に触れることができる場所です。殉教者たちは私たちが日々黙々と努める働きを通して、すべての命、特に最も助けを必要としている人々を保護し、守る文化のために、働くことができるよう私たちを助けてくれますというような趣旨を述べられました。このようにローマ教皇がお二人とも長崎で訪問された場所はここ西坂だけです。そこで来訪記念碑設置の話が持ち上がり、今日のこの式の一人となった次第です。
この記念碑を設置する意義は、まずはこのお二人の教皇が、ここ西坂だけでなく広島と長崎を訪問されたこの歴史的な出来事を記念し、また、後世に残して語り継ぐということが一つあると思います。それから同時にこのお二人の教皇は広島と長崎で、ここ西坂だけでなくて、それぞれのいくつかの場所で、重要な意義深いメッセージを残されました。ですからこのような、メッセージそれも、今後語り継ぐその一つの、よすがというか印になると思います。この記念碑を見るたびに教皇が来られたこと、そしてこの広島と長崎で、大変重要なメッセージを世界に向かって発信されたことを思い起こすことができると思います。そういう意味を込めまして、この記念碑を設立することにいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。引き続きまして、記念碑建立の経緯について、カトリック長崎大司教区高見大司教様より、ご説明をお願いいたします。引き続きまして、記念碑を設置するに至った経緯を少し話したいと思います。2年前の11月24日、教皇フランシスコがこの地を訪れました。でその5日後ですね、11月29日、長崎市議会第5回定例会市政一般質問というのにおいて、深織義明議員がローマ教皇訪問を記念した西坂公園への記念碑の建立について提案をしました。田上富久長崎市長の答弁はこうです。西坂公園は歴史的価値のある史跡、二人の教皇が長崎で唯一西坂公園を訪れたことを含め、その価値を世界に発信することが重要です。記念碑の建立も含め、その発信方法についてカトリック長崎大司教区など関係者と協議を行っていきたいといった内容の答弁を結びました。ちょうどしかし1年後、昨年の11月に、長崎市土木部土木総務課の課長補佐の江添様から連絡があり、面談をしたいということで、その後、何度かお会いして、課長の徳内さんの今日お見えですが、いろいろと土木課の方とお話をなさいました。そして12月14日の教皇討論会議において、教皇来席の記念碑設置について、提案をし、承認をされました。で教区内からできれば、そのための寄付を募ることも申し合わせました。で今年に入って、早速そのどのような記念碑にするかということで、こちらの提案を市の方にお伝えして、レリーフにした少し経費を考えまして、お二人のお顔を浮き彫りにした銅板の銅製のレリーフにすることを考えました。で前に何度か お願いしたことのあるローマ在住のイタリア人の芸術家のダニエラ・ロンゴさんという方に連絡をしまして、最初のデザインを書いていただきました。でその後、選びまして、お伝えし、そして今年の4月16日に、先ほど申しました長崎市の土木課の課長竹内様、課長補佐の江添様と面会をして、費用負担については長崎教区が責任を持ちますということをお伝えしました。それから
7月の20日にローマからそのレリーフの原型、まあ、石膏ですけども、それが私どものところに届きました。7月20日のことです。そしてここのご存知のように西坂公園ですね、ここは西坂公園は長崎市所有の土地です。ですからここで何か置きたいと設置したいという場合は長崎市の許可が必要です。それでその手続きをいたしまして、8月6日付で長崎市長田上富久様から許可をいただきました。そしてその8月26日に、まあ、ローマから届いたそのレリーフの原型石膏出てきたものですが、それを富山県の高岡市にある鋳造会社竹中銅器という鋳造会社に発送いたしました。で9月22日付で今度はここは実は長崎県指定の史跡、歴史の史跡ですねということで長崎県の許可も必要だということで、それも申請をいたしまして、今ここにお見えですが、関係者、長崎県教育委員会の教育長橋田義信様から、その設置許可をいただきました。そして、10月27日に鋳造会社の黒田様が、富山から車でそのレリーフを、銅でできた、まあ、完成品を運んできてくださったんですね。27キロという重さです。結構重い。でそれを今度は、この石碑を中国から輸入した石碑なんですが、白御影石、それに、まあ、文字を刻み込み、そしてこのレリーフをはめ込む作業、これを、長崎市内の、株式会社小森石材彫刻の小森様に、お願いをしました。そして、11月2日に、大使館館からそのレリーフを搬出されまして、今月18日に、この設置が完了いたし、工事が完了いたしました。最後になりましたが、この記念碑を設置するにあたりまして多くの方々のご理解とご協力を賜りました。ここに深く感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。まずレリーフの原作者、ローマ在住のイタリア人ダニエラ・ロンゴ様、鋳造会社の竹中、株式会社竹中銅器の黒田様、そして石碑製造と設置の工事をしてくださった小森石材彫刻社長の小森智夫様、今日お見えです。ありがとうございました。また設置許可をくださった長崎市長田上富久様と長崎県教育委員会教育長橋田義信様にも深く感謝を申し上げます。また、長崎教区内の、だと思いますが、ご寄付をしてくださった方々に、この場を借りて感謝を申し上げ、また今日この除幕式にご参加くださった皆様方に心より感謝を申し上げます。ちなみに設置費用は、およそ250万円です。寄付をしてくださる方は歓迎いたしますので、よろしくお願いいたします。以上、少し長くなりましたが、記念碑の設置経緯を申し上げました。ありがとうございました。それではここで本日お越しいただいておりますご来賓の皆様方をご紹介させていただきます。壇上、皆様から向かって右側よりお一人ずつご紹介申し上げます。長崎県知事代理、長崎県教育庁学芸文化課長、草野悦郎様でございます。長崎市長代理、長崎市土木部土木部土木総務課課長、
竹内雄二様でございます。イエズス会日本管区長レンゾ・デ・ルカ神父様でございます。ご来賓の皆様、お忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。ここで来賓の方よりご祝辞をいただきます。長崎市長代理、長崎市土木部土木総務課課長竹内雄二様、お願いいたします。本日はおめでとうございます。今日田植え長崎市長につきましては市議会開催中のため、そちらの方に出席をさせていただいております。そのため、メッセージを市長からお預かりしてきましたので代読させていただきます。本日教皇西坂来訪記念碑の建立を記念し、宗教法人カトリック長崎大司教区主催によりイエズス会日本管区長レンゾ・デ・ルカ様をはじめ来賓の皆様、関係者の皆様のご出席のもと除幕式が挙行されますことをお喜び申し上げます。西坂公園は禁教時代の1597年26人のキリスト教徒が殉教したことを記念する場所であり、日本26聖人殉教地として世界的にも有名な歴史的価値のある史跡です。そして昭和56年2月に故ヨハネ・パウロ2世が2年前の令和元年11月24日にはフランシスコ教皇がこの場所を訪れお祈りをされた長崎で唯一の場所です。このことは西坂公園の歴史的価値をさらに高めるものとなりました。二人の教皇が訪れたここ西坂の地に記念碑が設置されますことは長崎の観光にも大きく寄与するものと考えられ、カトリック長崎大司教区並びに関係者の皆様の多大なご尽力に対しまして深く感謝申し上げます。最後になりますが、高見大司教様をはじめご出席の皆様の今後ますますのご活躍とご健勝を記念いたしまして挨拶といたします。令和3年11月24日長崎市長田植富久代読でございます。本日は誠におめでとうございます。竹内様ありがとうございました。続きましてイエズス会日本管区長レンゾ・デ・ルカ様よりご祝辞をいただきます。皆さんこんにちは。この除幕式に参加させてくださったことを心から感謝いたします。先ほどの話にありましたように40年前、ヨハネ・パウロ2世はこの西坂公園を訪れました。その時の話として一部はもうすでに引用されましたが、あえて引用しますと、私たちはこの丘を長崎の至福の丘と呼ぶことができるでしょう。またこの聖なる地で愛は死より強いことを証明しましたとヨハネ・パウロ2世教皇が述べました。ちょうど2年前この場所でこの時間で教皇フランシスコはこの殉教地を訪れてこういう言葉を残しました。ここは何よりも復活を告げる場所です。あらゆる試練があったとしても死ではなく命に至るのだと最後には宣言しているからです。私たちは死ではなく
またき命である方に向かって呼ばれているのです。彼らは、つまり二十六聖人は、そのことを告げ知らせるのです。まあ、この二人の教皇のメッセージからすれば、世界はこの西坂を祝福の源として高く評価していることになります。この記念碑はその祝福を表すものであり、それを忘れないようにいつまでも語り続けることでしょう。私たちも後の世代もどんな状況であったとしても、西坂から祝福が注ぎ続けることを忘れないように願いましょう。高見大司教様をはじめ、この記念碑が実現できるように尽くした多くの方々に、心から感謝と、この西坂の祝福が与えられますように心から祈ります。西坂の殉教において、2021年11月24日デルカ連続連蔵管区長様、ありがとうございました。それでは、ただいまから除幕式に移りますので、取材関係者の皆様はどうぞ前方の係員の方へ移動をお願いいたします。除幕をしていただける方をご紹介いたします。名前を呼ばれた方は案内された場所にお進みください。カトリック長崎大司教区高見光明大司教、長崎県教育庁学芸文化課長草野悦郎様、長崎市土木部土木総務課課長竹内裕二様、イエズス会日本管区長連蔵デルカ様、長崎大司教区評議会議長片岡明俊様、長崎大司教区修道女連盟代表シスター中村和子様、長崎大司教区女性部代表野下直美様、私がどうぞとお声をおかけしますので、そのタイミングで除幕をお願いいたします。それではどうぞお願いいたします。写真撮影のため今しばらく、記念碑の前の皆様はお待ちください。写真撮影お願いします。
ではよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それではどうぞお席の方にお戻りください。どうぞ取材関係者の皆様はどうぞご移動をお願いいたします。以上をもちまして、ローマ教皇西坂来訪記念碑除幕式を終わります。ご参加くださいました皆様方に厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。なおお帰りの際はくれぐれも気をつけてお帰りください。また大司教様への取材を希望される方は記念碑前にて手短にお願いいたします。以上です。どうもありがとうございました。